おはようございます。おはようございます。本日は、私が1年前に取引をかけたお四松をちょっと外してほしい。イエーイ。は、はい、フェスで買ったやつですよね。そう、1000いくらとかですっごい安い値段で買って、結構どうしようもなかったやつなんですけど、取引を、あのね、盆栽阿部さんの動画、多感樹形かなんかの、のを見て取引を翌日かけたってやつです。を外してみようという、そうです。動画ですね。はい。大丈夫かな。大丈夫かな。根っこは出てます。特に下のところ。ここは怖いです。怖いですか。でも出てるんですね。上も。上も出てると思います。上も出てます。ほら。大丈夫かな。大丈夫かな。やりましょうか。気温35度。はい、ちょっと疲れてます我々、はい、午後なんで。じゃあちょっと、じゃあ下から行ってみますか。行ってみましょう。下の方が確実そうですねかなっていう。出して出るのかという根はあるけどね。お、いい、すごいです。ダメな場合はもう一回ね、水苔やってかけ直しって感じにしようと思ってます。すごいです。すごい、おお、すごいです。すごいです。あ、すごい、すごい出てます。これは当時の水やりがいい。挿し木もつきますかね、当時は。そうだね。しかも取引も1年でこんだけ発根してるっていう。確かに。この間取引の動画と、あの五葉松とか随所の、はいはいはい、あれ2年やってましたから。あ、これ1年ですか。2年でこれぐらいだった。うん、ちょっとまだ分かんないけど。あ、でもなんか回ってる感じするもんね。すごいですよ。すごい、いいじゃない。水苔も取っちゃうか、このまま、ね、もう切っちゃう、ね、そのまま。水苔もそのままのがいいですよ。はい。あ、ちなみに環状白衣です。疲れてますか。います。はい。おお、あっさり。どう、いいじゃない。何巻？三巻。三巻か。一応株立ちが作りたくて取引したはずだから、多分つながってると思います。はい。軽いね。まあ、土もないよね。大丈夫そうじゃないですか、なんか根っここんだけあれば。上もやってみます。やってみましょう。え、待って、どっからどこ、わからない。あ、まあ、多分この枝だけだと思う。これは多分引っ掛けてあるだけだと、落ちないように。下とだいぶ違う具合が。あ、でも根っこある。根っこはそうですね、出てたから。パンパン具合が違う。どうやってやってんの、ここに。わ、すごい虫。根っこいのは見えますけどね。うん。根っこは見えるけど、まあさっきは針はすごかったんで。針だけで見ると間違いなくこれは五葉松の根っこですね。で、ここどっから、あー、これは関係ないね。うん、ここってこと。そうだと思う。じゃあ3巻かな、これは。これさ、こうやって切れない。付け根が見つからない。あー、そういうことか。どういうことでしょうか。結構下から出ちゃってるかもしれない、切ったところよりも。あー、あ、本当にこれですよね。取ってるの横だよね。取ったの上。いや、横じゃない。これだと上繋がってるじゃない、ここで。
から出てんだよ、これ。ん？ここ？これ？あー、なるほど。結構際から根っこが出てる。際っていうか、内側から出てんだよ。だからあんまり狭い距離で取り引っ掛けるとこういうことになるのか。この上が…これも切っちゃう。上がさ…ここから下に…ここでしょ、多分。そこ、ここで切っちゃう。これも一緒に。意外と難しい。ほんと？そいつ水吸えないもんね。ここだめ、ここに入れて。いやでもこっちにどれだけ根っこがあるかですよ。だってこの辺の根っこは全部こっからの根っこですよ、はい、マジで、うん、じゃあ上もつながってるってことじゃない。じゃあ切っちゃってもいい、いいのか、うん、いいんですかい、うん、おー、いく上が全部、それが全部つながってたらすごい、すごいけどね。どうなってんすか。ほら、そっちなさ、繋がってなさそうに見えるけど。見てよ、これ。ここ。あ、ここ。あ、でもここから出てんだね、ここは。でも、その上からも根が出てるわけでしょ。うん、こんな、こんな見たことないよ。このまま植えて全部生きるならいけるね。植えようがないよね、でもね。植えようがない。ほぐさないといけないよな。水苔を、うん、これ枯れちゃったよ。これね。これ切っちゃってもいいんじゃないの、やっぱ。それか一か八か、ここに間に入れてみる。一か八かなんですか、それ。そしたら二つに分かれるかもしれない。二つに分かれる。根の出てないところを切っちゃう。いきます。いっちゃうんだ。あれね、ん、これ、ここの根っこっすよ。こっちじゃない。あ、やっぱ出てんだ。じゃあ、2つ全部くっついてる。こっちが出てない。お、逆、取り引っ掛けてないところから根が出てる。そうそうそう。ん？どっちの根？これとこれ、こっちの根出てないじゃん。本当はこっちを取ったはず。あ、取り引っ掛けた方から根が出ず、三冠？あ、四冠？いやいや、単冠です。単冠。これどうやって作るの？むず、まあ、これで生きてる。これで作りましょう。これで一応植えときましょうか、はい、ちょっと枝数減らした方が良さそうだね、その根なら。本当だ、こっちだって取り木の跡ないもんね。あ、この1本だけだね、この1本だけ。もうだってこのこっちはもうどうしようもないもんね、もう。生かしようがないですよね。ないですね。これを作る予定だったのに。確かにこれできたらすごい。これの予定だったのに、関係ない方が根っこ出ましたね。あとは感情吐く日意味ないってことだ、こっちに関しては。ちょっとしんどいな、この暑さ。暑いです。35、今36、そんな痛いの絶対だな。33。35はあると思う。34だな。33。36っつって恥ずかしい。取り木外したやつの植える時の注意点とか。とりあえず動かないようにすることですね。もう、うん、そこで動いて根っこ切れる場合があるんで。だから水苔はそのまま、うん、しっかり止める、しっかり止めると思います、僕は。はい。でも、一に結んでもいいような気がするんだよ。うん、涼しい。すみません。
おお。ん？あ、いいじゃないですか。あれ？これ御用ですか？御用。あれ、こんなのあったんですか？取引しました。え？取引買ってやったんです。あ、取引。あ、根が出たやつ。今外したんですよ。あら、すごい。もう一本こっち取り木かけたんですけど、ダメだ。ダメで、その横から出てました。あらららら、あ、それいいじゃないですか。あ、すごい。これいいですか？これ1年。1年。早いですね。あ、すごい。なんだろう。これでも水やり？当時園の水やり。当時園さんの水やりがやっぱり。やっぱりね。こっちは出てるかでもわかんないですよね。こっちは出てますけどね。あ、片根かもしれない。かもしれないですね。こっちはまだ見えないですもんね。あ、じゃあ、繋がってます。あるか、これか。相関です。できるんですね。ね。何でもチャレンジ。何でもチャレンジ。うん、チャレンジが大事ですね。はい。これ、あれ、フェスで？フェスで。あの、追加で。一番最初の、違います。違います。もう普通のフェスで、これ、この木がぐらい。これを取り引きしたんですか？そうで、結構作りようあんまりないねってなってたけどから取引しちゃおうかっていう、はいはい、これあれみたいですね、あの鬼滅の刃首切ったとこみたいな感じしません？します一人だけそれ感化されちゃうからあれ。あ、見てるんですか？見てますね、鍵滅の、刀鍛冶。あ、見ました、見ました、さすが見ました、ね、でもあれ死んじゃうのがダメですよね。かわいそう。みんな身内が死んじゃうじゃないですか。死んじゃう。あれがダメですあれがダメ。ダメ。あれ、ね、あの時が一番ひどかったですね。あの あれで初めて。こっち取ってもいいですか。あ、はい。進んじゃってたから。初めて言うと死んでも切ったの。ごめんなさい。ちょっと粗い土の方がいいんですか。いや、でも上には細かいの。上には細かい。水はけは割といい方がいい。結局乾いちゃうと元も子もないんで。なるほど。粗すぎても僕は良くないなとは思う、うん。これでも枝枯れるでしょうね、あの根っこの量じゃね。どうだろう。どうだろう。枝ってくんじゃないね。本当にこんなにこの水やりになってほしい。出ちゃう。こんなもんじゃない？はい、はい、水やり。水やり。さあ、これから毎日こんな暑いのかな。さあ、じゃあ、一応大丈夫そうな気がするな。これはもう商品盆栽作れますね、三冠。切りたいな。アイフォンも交換で。やば。こういう状況です。こういう状況です。高温注意。ああ、なんか見えます。初めて見たアイフォンの。ですね。こんな、だから体感温度は多分50度ぐらいいってるんじゃない。そうなんです。体感。ね。水風呂入りたい、ね、水風呂入りたい、そんな状況下で、お送りしております。取引外しちゃってます。はい、そんな状況下で。大丈夫ですかね。そうですね。あ、関連車あるんで、関連車でなおかつちょっと日陰ぐらいのところに。これはカントさんの判断というより僕がやってほしくてお願いしたので、批判等は私のところに。枯れなきゃいいんですから。僕が枯れそうだ。人間が枯れそうだよ。1年でこんな出るんだね。ね。やっぱ虫がいっぱいいるのが気になるけど。ダンゴムシかな。ダンゴムシ、これ。ダンゴムシの赤ちゃん。赤ちゃん。これは水崩さないでやってます。そんなにぎゅうぎゅうにしなくていいと思う。あくまで、あんまり乾きすぎないようにするために細かい土入れてるんで、うん、あまりつつく必要ないかなと思います。はい、つきすぎると今度はかえって根詰まり起こしちゃうと思うん で根っこが生えてないんで、この下にしっかり土がいく程度だけつついてあげればいいと思います。はい、はい、OK、 これいいじゃないですかね。ね、それは作れそう。
もう終わった。おい、今持ってるところで取るんだね。行きました。はい。次回名車は、いつ来てたんでしたっけ、あれ。6月の先々週ぐらいだから、6月の20日ぐらい。6月の20日ぐらい。こっちが例年いつもね30なんですよ。30%。30%。でちょっとまあ隣のお宅の木がなくなったりとか、南側の方が強いんで、こっちだけ50にしてみました。なるほど。でこっち30。ちょっとイレギュラーで、今年初めてなんですけど、はい、こういう感じでやってみて、意外とやっぱ涼しいですよね。そうですね。こうやると。で南側もちょっとつけてあげて。はい。いう環境下を作ってます。はい。だから体感は相当涼しいですよね。うん、ここの中入った方が涼しい。いつもうちだと挿し木するときはこういうところに置くんですよ。はい。ここが棚で、棚下にこうやって置いてあげて、うん、保湿というかあんまり乾きすぎないような環境を作ってあげてるんですけど、ここでもさっきねここにあったんですよ。そうですね。取り木は、うん、こっちでもいいんじゃないかと思うんですよ。うん。元の環境に置いてあげて。なるほど。なんで。どうでしたか、感想は。ちょっとイレギュラーなことが1個あったんですけど、ね、はい、でもそれはそれで違う生かし方ができればいいんじゃないかなとは思うんで、あとはやっぱりちょっと感覚をもっと出した方がいいんでしょうね、この枝と枝の間。そうそうそう。まあ、でも1年 1年でできたっていうところ、はい、よかったんじゃないか。そうですね、まあ、これが枯れなければ、もしこれが調子悪かったら来年は2年やってみようか。残りの木をちょっと取り木かけておきますか、また、はい、取り木の方法は普通の環状剥離。取り木ってあれ道具にしなかった。してない、私が暇だからやったって感じです。環状剥離してルート塗って、ルートもつけてない。あ、そうでした。多分つけてないと。でも白かったっすよ、なんか。じゃあつけたのか、うん、なんで一つが3つになりました。そうです。しかも安い木1000いくらでした。1000いくらで買った木がああいう風にやって、こうやってまた商品で、これって多分ね根っこ出たらもっとするよね、多分。そう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 っていうようなこともできますので、はい、これが盆栽の醍醐味です。はい、はい、五葉松でできたってことは他の木でも絶対にできるはずなので、はい、特に心拍とか臓器でやってみると、うん、面白いんじゃないかなと思います。はい、はい、この動画がよろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします、はい、サブチャンネルもなんか変わるみたいなので、あ、ここにいる人がこれから動画上げてくらしいんで、お願いします。そちらの方も見てやってください。セカンド、あ、セカンドっていうね、はい、ブリッジですね、はいはい、ありがとうございました。